いつも豚店長チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今回は実はツーリングでですね、仲間の方と行って食べようと思ったデミキンさん、土曜日だったんですけど雨降りだったんでしょうがなく車で行って、リベンジというわけじゃないですけど行ってみました。11時の開店前なんですけども、もうね2組くらい入ってましたね。メニューはすごくシンプルですね。こちらのメニューですね、いつものデミキンさんですけれども、この日は3組目で入りました。マスターとマモの中華さばきを少しだけご覧くださいませ。もうマスターね、もう多分70超えてるんですよね。もうこれはあんかけ焼きそばのですね、焼きそばというならあんかけ焼きそばなんですけども、はい、焼きを入れた蒸し麺を感じたんですね。これが蒸し麺ですね。多分蒸した麺こちらですね。結構これで1人前ですよ。すごい量あるでしょう。でチャーハン、これ手前が大盛りオライス、奥はチャーハン普通盛りオライスですね。うん、で調味料がテーブルにこんなの酢だとかね、ラー油がありますよとなってます。味変容。さてさて注文してみたんですけども、先に入ってね、注文してね、まず来たのはこれ、ラーメンスープを使って少しリッチな卵、しいたけスープ。このスープのベースはですね、ラーメンで使ってるスープをベースに使ってるんですね。で他の方はですね、焼きそばとか中華丼、チャーハン頼んでちゃんとこのねスープが作って知らなかったみたいで来ました。これまず真打ちですね。これが私のチャーハン大盛りです。850円プラス100円、ありえないよね。この見てこの盛り、産後近くあるわねこれね。そして来たあんかけ焼きそばというね、名前ではない焼きそばなんですけど、あんかけ焼きそば、これ850円ですね。でこの方ね、残り2人の方はですね、これでやめときゃよかったんですけど、間もなくやってきます。そうなんです、一応盛りすごいよと伝えてはいたんですけども、初めてデミキンさんを体験するということで来ちゃった。チャーハン、これも2合近くあるからね、丼深くなってるし、これ揃い踏み、普通盛り、大盛りチャーハン、そしてあんかけ焼きそばという名ではないんですが、あんかけ焼きそば、すごいよね。この2人知らなかったみたい、大盛りだ最初からみたいな。で食べ進めるんだけどね、やっぱねこの方たち、やっぱねバイク乗りなだけ食べ進めるのすごいね、喜んで食べてましたよ。このあんかけのいい感じね、これで850円よ。で私はじゃあ食べ始めます。さてさて見てこのパラパラ具合、そんなの油っぽくないです。ここね特別なラード使ってるんで、ね、マスターこだわりのラードのいいラード使ってるんですよ。あんまり油っぽくなくてね、このパラパラ具合、塩っ気もちょうどいいしね。このビジュアル見てこれ重い、チャーハン最高。チャーシューも入ってるんです。このね結構パラパラ見えるでしょ、入ってるでしょ、シンプルなんだけどすっごくうまい。熱々棒倒しのように端っこから食べていく豚店長、もう食べても食べてもチャーシューがゴロゴロっとしてますよ。このくらいのチャーシューのばらつき具合がいいよね。本当はねチャーハンで福神漬けつくんですよ。だけど誰かがなんかね紅生姜にしてもらったっての言ってたんで、その YouTube か何かで見かけたんで、今回ちょっと紅生姜に変えてみました。でもやっぱねデミキンさんのチャーハンのスタイルに福神漬けが合うみたい。これこれね、これこれがこれが本当、まあ以前行った時の福神漬けの画像ですけども、ちょっと今回する画像を細工してみました。熱々なんだけどいける。本当はバイクでね3人でみんなで来たかったんですけども、雨だったってことはしょうがなくね。いいでしょこのパラパラ、見て程よいしっとり、程よくパラパラ、いつ食べてもまね黄金チャーハンですわ。こんな米不足の昨今にね、ありがたいことですよ。豚店長、カレーもそうです、チャーハンもそうなんですけど、端っこから食べていく人です。これまるで本気ね、お砂場であってボア遊びだってボタ押しってあったじゃないですか。またそれのようにこうなるべく崩らないように片方からずっと食べていくんですね。こんな風に食べ進められる幸せ、これで950円ってありえないでしょ。1200円だっていいよね。もう半分やっと食べ進めました。ヒギお砂場棒倒し食い、こ
こんな感じ。綺麗な食べ方でしょ。これ半分こうしていくんですよ。なんて説明しながら食べ進めてますよ。何回行ってんだろうね、デミキンさんね。年に4回か5回は行ってんだろうね。だから四季折々の四季のごとに行ってるし、まあ、例えば年末なんかは自分にお疲れさんと、お正月明けなんか今年も頑張るぞ。ここの店マスターも70名もなんだけど、この前ねエアコンの工事入ってたからね、まさやる気出したわ。前からエアコンあったんだけど壁につけるタイプのね、今回行ったら天井のね据え付けタイプのエアコンに変わってたから大丈夫だ。エアコン付け替えるとだって10年以上のエアコン使えるから。といってマスターもあと10年経ったら80、いや90近くなんじゃないの。今だね食べれるの。すんごい行列できてたもん。だって食べ終わって10人過ぎたらもうこんな感じ。こんなもんじゃないから、店内にもまだうじゃっているからね。デミキンさん行くときは食べれる人と行くといいよ。だって普通盛りでもこの量だからね、これ大盛り頼んじゃダメ。そうなの。ぜひですね楽しんでいただいて、デミッキンフリークになってください。ではでは、チャンネル登録、コメントよろしく。